立憲民主党の泉代表が記者会見を行い、全敗した衆参補選について語ったとのことですが、現状認識がされていない発言にツッコミが殺到し大炎上しているようです。泉代表が記者会見で語った内容や党内から挙げられた呆れた敗因分析、さらに党内で高まる執行部への責任追及の声など、ネットの反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。今月23日に投票が行われた衆参5つの補欠選挙で議席を獲得できなかった立憲民主党は、所属議員の意見を聞く懇談会を開くなどして敗因を検証し、党勢の立て直しを急ぎたいとしています。28日に国会内で定例会見を開いた泉代表は冒頭、1ヶ月間にわたって本当に多くの全国の方々にご支援をいただきましたと謝意を表明し、衆参の補欠選挙については他の野党よりも候補者を多く擁立したことを踏まえ、国民の皆さんに選択肢を示すということでもあり、立憲民主党の考え方を世にお伝えをするという戦いでもあったと振り返りました。また物価高、可処分所得や実質賃金の減少の中で、防衛増税などの生活を苦しめる政治に対して、今の自民党の政治ではおかしい、との声を政治に反映する戦いでもあったと述べました。選挙結果に関しては、大変残念な結果で反省している。執行部を担っている日々すべてにおいて責任を持って、責任を感じて党運営をしている。今回の敗戦についても責任を持っている、そう思っていると話し、3連敗の責任は執行部にあるとの認識を示した一方で、代表辞任や執行部の刷新については今そういったことは考えていない、党の立て直しに向けて一刻の猶予も生じさせることはできないと述べ、自身の引責辞任や執行部刷新を改めて否定しました。また、統一地方選と補選の総括については、5月20日頃までに各都道府県連からの報告を受け、それからの協議を予定するとしました。ただ、党内からは、あまりに遅い対応や執行部の責任を問う声が上がっているほか、日本維新の会との国会での連携が影響を与えたとして、関係を見直すべきだという意見も出ていて、次の衆議院選挙に向けて挙党体制を築けるかが焦点です。ちなみに、国民民主党の榛葉和也幹事長は28日の記者会見で、立憲民主党が先の衆参補欠選挙の衆院千葉5区と参院大分選挙区で惜敗したことに関し、立憲民主党を勝てたと思う、小西博之参院議員の猿発言が相当効いたと述べ、立憲民主党の敗因は小西議員の一連の騒動が影響したとの見解を示しています。また某新聞社も勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし、と、名君として知られる備前平戸藩主の松浦星山の格言を引用し、敗因は立憲民主党自身にあると断言し、さらにその多くは、泉健太代表のリーダーシップの欠如に負うものではないかとしています。ニュースを深掘り。というわけで、泉代表が敗因を検証し、党勢の立て直しを急ぎたいとしていますが、党内から執行部の責任を問う声が上がっているということでしたね。岡田克也幹事長も28日に開催した党参院議員総会で、5月10日に両院議員懇談会を行うことを発表し、統一地方選や補選の結果について議論が行われるとしました。22年7月の参院選でも、立憲民主党は議席を減らし、当時も執行部の責任を問う声が続出。蓮舫参院議員は
泉氏の代表辞任も要求しています。5月10日には、こういった不満が改めて噴出することになりそうです。これに先立ち、安住淳国対委員長は26日の党会合で、衆参5補欠選挙の公認候補3人が全敗した結果に危機感を示しており、執行部として大変責任がある。国民からの評価をどう改善していくのか、党は重要局面に来ていると述べ、また、野党第一党の立場に言及し、衆参両院で約140議席を持つ立民は、自民党に対峙する唯一の政党だ。他の野党とは、責任の重さが全く異なると自覚を持つよう訴えていました。また、そういった中で、執行部批判の急先鋒だと言えるのが蓮舫氏であり、22年9月掲載の朝日新聞のインタビューでも、参院選で比例票を大きく減らした責任は執行部にあると思い、泉健太代表に辞任を迫りました。と、泉氏に辞任を要求したことを明かしています。補選後の23年4月26日のツイートでは、党の勢い、支えが足りませんでしたと執行部を批判。早急の敗因の検証を求めていました。さらに、28日午前、岡田幹事長から、両院議員懇談会の開催を聞かされた直後のツイートでも、泉代表に矛先を向け、まず、両院議員懇談会を開き、所属議員の声を代表が聞くべきです。ゴールデンウィーク後に検証するなんて、甘いまとめでは政党として成り立ちません。なぜ、泉代表が来ないのか不満ですが、両院懇の時には、地方組織の検証のみならず、執行部の、特に、代表自ら、補選惨敗の検証をと求めました。と厳しく批判しています。蓮舫議員以外にも、安倍智子衆院議員が、25日に、党執行部として勝つための戦術、戦略の総括が必要とツイートしており、執行部に対する不満はくすぶっているとみられ、蓮舫議員が改めて辞任要求するかも焦点になりそうだとの見方もあるようです。いずれにせよ、相変わらず党内がバラバラで、敗因についても、日本維新の会との国会での連携が影響を与えたなどと、いつものように他者に原因を求める体質で自身を顧みることすらできない立憲民主党、すでに野党第一党の座の資格などありえませんね。ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想もコメント欄に書いてくださいね。あと、チャンネル登録もぜひお願いします。毎回、敗因分析すらまともにできてない。参院選負けた時も対案路線にしたのが悪かったとか、あさっての方向のこと言い出してたしな。まあ、政党支持率 2.5% ならこんなもんだろう。順当。猿、蛮族発言。うな丼大臣。下関は統一教会の聖地。これらを無視して、敗因は外部にあるはず、内部に責任はないって結論が前提にあるなら、そりゃ敗因理解できねえよ。敗因は消費税増税した野田だろ？そこから負け続けてるんだから。信頼失ってるから。支持して意味あると思う？立憲の質問する物言いや態度言葉遣い見てみろよ。支持されるわけないべ、こいつら見てると吐き気がする。メディアにあれだけ超アシストしてもらって惨敗してんだからさ。いい加減、自分らが国民に嫌われてるの気づきなよ。区会議員が、上げ足を取るな、と言ってくれておるではないか。まだ、わからないのか。幼稚で低レベルな国会質疑。理想主義というより、非現実主義な政治姿勢。責任者が責任を感じてるなら、手段はどうあれ。
何らかの責任の取り方を示すべきなのに、それもなく、所属議員に原因を求め。所属議員は、責任者に原因を求めて責任論を繰り広げ。こうして打ち毛場となっていくんだけど、根本がなあなあでやってるから、党内革命も起きず、進歩がないんだよな。未だに政府叩きで大躍進すると踏んでたのが草。活動会場でも以下でもない。安倍と統一教会叩きをやったら解散総選挙で政権交代って本気で思い込んでたんだろう。今さらそれが間違ってたって言えないから、安倍と統一教会叩きをこれからも続けるだけ。敗因の分析とか反省とか絶対に無理。小西のツイッターまだ小西文書固定してて吹いたわら。あとは高市大臣を辞職させれば終わりです。じゃなくててめえの党が終わるんだよ。つうか小西の猿問題なんてどうでもいい。小西を行政文書を流出したとしても国家公務員法違反で刑事告訴しろ。そして行政文書捏造で再逮捕しろ。次の選挙では立民の大物議員の落選が多数見れるかな。泉も危ないかもな。スキャンダル退陣狙いの警察ごっこやめないと未来はないわな。もうただの難癖つけなのはバレてるし、貴重な時間を無駄遣いしてる間に真面目に政治しろよと。前の感想。このニュース、あなたはどう思われましたか？立憲民主党の泉代表が、またも敗因の分析をとか、敗因が分かっていないことに驚きしかありませんね。はっきり言ってしまえば、立憲民主党はほとんど積んでると言っても差し支えないでしょう。今回、小西議員をぬるい処分で済ませたのが決定的だったのではないでしょうか。他人に厳しく身内に甘い体質も当然のことながら、所属議員も奇人変人ばかりで、およそ新しい支持者を得られるとも思えません。代表が変われば何かが変わると考えていたのでしょうか。何も変わらず気づけば、政権交代から12年も経っています。自民党が下野して、3年で政権を取り戻したことを考えると、どうひいき目に見ても、野党第一党としては失格としか言えないでしょうね。それを泉代表もわかっているから、責任を取らないのでしょう。もはや、立憲民主党は、手の施しのようのない状態まで来てしまっており、座して、野党第一党の座から転がり落ちるのを待つのみですね。あるいは、その前に、党内分裂で維新、国民民主党に乗り換える議員が続出で、立憲民主党の存在自体消え去るのではないか。それはそれで、楽しみで仕方がない、そう思ってしまうのは私だけでしょうか。あなたはどう思われますか？あなたの感想、コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターの舞です。ご視聴、ありがとうございます。これを機に、こちらへの登録、よろしくお願いします。